コンマ5秒上げてきたんですけども、残念ながら順位的には変わらずです。さあ続いてスタートは、さあ中村誠司選手、リット STP アドマン PRZ がスタートしております。スタートダッシュ 3.902 秒、お、なかなかスタート早いです。さあまずは外周セクション、ここは綺麗にコントロールしながら二足でいきます。さあ今回唯一のアドバンタイヤ PN3 クラスの中ではもう 71R の猛威を振るってますが、もちろんこの方はアドバンで頑張ります。さあサイドサイドで、さあ綺麗に立ち上がってきました。さあここを踏んで、さあ外周セクションに出ていくところです。中村誠司が現在走行中、サイドを引いてきた。中間ターゲットは石塚の49秒653。さあ間もなく中村誠司が中間ポイントだ。さあ中間が49秒663は、さあ石塚とほぼ同じ。さあ中間好タイム100分の1秒遅れで中村誠司が立ち上がっております。さあまずサイド1発、サイド2発。さあターゲットタイムは石塚の16秒729です。16秒729がターゲット。さあ中村誠司が間もなくゴールとなります。さあ時計は1分17秒154は